どんな夜中でももう救急に行ってください。これ時間が勝負なので、はあ、脳が圧迫されている状態をほったらかして、いや朝になっていこうなんていうのはもう手遅れですから。脳にまつわるいろいろな症状、病気、治療法などをサムラ院長に伺っていきます。今回は。 頭をぶつけた時の注意点についてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、頭をぶつけた時には、脳外科ではどんなことを注意しているんでしょうか。はい、えっと、まず頭をぶつけた時なんですが。はい、あの脳って非常に厄介なところで。えっと、前ぶつけても、後ろぶつけても、前に傷が入ったり。 ぶつけてないところに傷が入るパターンってあるわけなんですね。そう,すそうなんですよ。非常に厄介なんですね。で、例えばこういう、えっと、横をぶつけた今度反対に傷が入るとか、上ぶつけて下に傷が入るとかですね。まあそういう衝撃が突き抜けるような状態になってしまって、それで反対側に起きるとか、えっと、例えばこの間6歳の女の子が来て、 幼稚園でお友達に押されて、机、はい、けの角で頭ぶつけて、ちょっとひどい痛そうな単語ぶつくってるんですが、これはここぶつけたことは間違いないんですけど、ここに出血しちゃってるんですね。衝撃が突き抜けて、まあ、ここのところに出血しちゃってるので、ここばっかり見てると間違っちゃうわけなんですよ。これはまあ徐々に吸収されて、1週間後、2週間後には消えてたんですけど。 この方は頭頂部ぶつけてこう出血してたんですけど、よく見るとここにちょっと白くなってて、少しこう横に流れるような形で、ここはないんですけど、ここ出血してるんですね。左右で見比べないでわからないぐらいの軽い出血してるんです,いですね、はい。こういったのがあのなかなかわかりにくくて、これ頭頂部ぶつけて、あの脳の深いところに下の方に出血しちゃってる。頭頂部には何もなかったんですけど、そういうふうにあのぶつけた時のえっと まあ、影響が出てないかどうか、まずこれは必ず確認するわけなんですね。はい、それともう一つ、あの脳が、えっと、ちょっと弱い方がいらっしゃるわけなんですね。はい、まず、えっと、普通の脳の見え方ですけど。脳室、脳の中にお部屋があって、右側、左側、ま、あの、二箇所、右に一個、左に一個。はい、えっと、あるんですけど、これで、ね、真ん中にもう一個ある人がいらっしゃるんですね。 こんな感じで3つ並びになっている方がいらっしゃってこういう方はえっと頭をぶつけた時にまあ弱い状態なんですよそれと,えっと男の人に多いんですけど左目の奥に袋が生まれた時から袋がある人がいて脳の表面にくも膜っていう膜があってそれが二重になっててそこに水が溜まってるんですねやはり強くぶつけた時に出血したりすることがあるのであとは例えばこういう血管の気形ですね 生まれなががらににの脳のの中に血管の異常があって、はい、軽くぶつけただけで出血するってこともありますのでこの間の子はあのバスケットボールがあったって中学生が来て<っ>バスケットボールが頭に当たるぐらい大したことないじゃんと思うんですけどそれが頭痛がなかなか取れないとで調べたらこういうのがあって出血していて手術して取ったんですけどうまあそういったこともありますので衝撃に弱い,だ弱い状態ですね。 ボクシングで試合に出るからっていう高校生のボクシング部の子たちはやはりチェックしなきゃいけないと思います、はい、日常生活の中で、まあ、ある程度注意はしていてもうっかり頭をぶつけることって結構あると思うんですよね,すね特にあのお子さんなんかは多いと思うんですけれどもそういう時に何がこう受診の目安になるんでしょうか まあ赤ん坊の場合なんかですとまあぶつけてギャッと泣くんですが泣き疲れると大体いい寝ちゃうんですよね、うん、それがなかなか起きてこないとかだと気持ち悪いですし寝返り打たないとかずっと同じ姿勢で寝てるっていうことはなんかどこか麻痺してんじゃないかなとかそういうのも考えなきゃいけないのでそういうのをよく見といてくださいっていう、うん、そしてえっと頭痛がどんどん強くなるとか何度も何度も吐くとかまあけいみんがちになって意識が悪くなってくるとか物が二重に見えてくるとか、うん、そういう何か気になる症状が出てきた時には どんな夜中でももう救急に行ってくださいこれ時間が勝負なので<ー>脳が圧迫されている状態をほったらかしていや朝になっていこうなんていうのはもう手遅れですから必ず救急受診してくださいというふうにご説明するようにしています<ー>これは命にか関わる問題なのであまりにも頭を強く打ってしまった時には